去年1月、JR 博多駅近くで元交際相手の女性を包丁で刺し殺したとされるストーカー殺人事件の被告の男が、今日別の傷害事件の初公判で法廷に姿を見せました。裁判の中で寺内被告側は、この傷害事件がきっかけで護身用として包丁を持ち歩くようになったと主張しました。SNS におどけた様子を投稿していた寺内進被告32歳、去年1月、福岡市の JR 博多駅近くで元交際相手の川野美樹さんを待ち伏せし、首や胸などを包丁で何度も刺して殺害したなどの罪に問われています。寺内被告は今日午後、福岡地裁で行われた別の傷害事件の初公判で法廷に姿を見せました。その傷害事件とは、寺内被告はおととし8月、福岡市博多区上川端町の路上で、沖縄から訪れていた当時40歳の男性の顔を何度も殴り、顔面の骨を折る怪我を負わせたとされています。男性は全治8ヶ月の重傷でした。起訴内容について問われた寺内被告は、拳では殴っていません。こう起訴内容を一部否認しました。検察は冒頭陳述で被害者の男性について、寺内被告が川野さんに暴力を振るう様子を目撃し、警察に通報しようとしていたところ、通報しとるやないかと叫ぶ寺内被告から拳で殴られたと指摘しました。一方、弁護側の主張では、寺内被告は当時酒に酔ってしゃがみ込んだ川野さんを被害者の男性が連れ去ろうとし、自分にも危害を加えられると思い込みました。そのため川野さんと自分を守るために暴行に及んだとしています。またこの事件をきっかけに仕返しを恐れるようになった寺内被告は、護身用として包丁2本を持ち歩くように、そのうちの1本が川野さんが殺害された事件で使用されたものだと説明しました。寺内被告は川野さんを刺し殺した罪で起訴された後の去年2月、 FBS の記者との面会に応じた際にも、護身用として持ち歩いていた包丁で川野さんを刺したと話していました。その一方で、気が狂ったようになった、記憶ないです、刺すことになったことが信じられない。事件に至った経緯をこうも語っていました。殺人事件の前には、別れ話をめぐるトラブルからストーカー規制法に基づく禁止命令を出されていた寺内被告。ストーカー殺人事件については、傷害事件とは別に裁判員裁判が行われる予定です。